えとご多忙の中あのご参加くださいまして本当にありがとうございます、えー、と本日は非常に有意義なあのシンポジウムを開いていきたいと思いますのでよろしくお願いしますえっ、ー、と本日の,あの共同主催団体は IPPNW のドイツオーストラリアインド米国イギリススイスの支部でございますで、えー、と共同 主催ということであの共同の,あの協力団体ということで、えー、と共産団体、日本の団体、ピースボっ、えー、と半核医師の会、グリーンピース・ジャパン、そしてグリーンアクションです。よろしくお願いします。で、えー、と本日の司会は、えー、と私の今横に立ってらっしゃる、えー、とティールマン・ラフさん。 えとフィルマン先生は IPPNW と ICAN の,の共同代表を務めている方です。えー、と本日の司会はあの彼、えー、とティルマン先生とあの私でやりますのでよろしくお願いします。で、えー、とプログラムの方をご覧になってください。 えっとあの英語と日本語と両方あるんですけどもあの内容はあの、えっと、プログラムのスケジュールは一緒です、えー、っとざっくり言いまして、えー、っと前半あのパート1セッション1ですね、えー、っとこのセッションではあの6名の方からお話を聞きますでこのセッションはあの質疑は非常に短くて何か分からないことがあったら聞くっていう感じで非常に短いんですけどもあのよろしくお願いしますで、えー、っとセッション2が あのシンポジウムになります、えー、と英語の方はちょっと123に分かれてるんですけども、えー、とシンポジウムはあの3っていうふうに書いてあるんですけどもはいよろしくお願いしますで,、えー、とでこのシンポジウムの方はですね、えー、と1時間あの行っていきたいと思いますであの冒頭には IPPNW の方から3名コメントをいただきそしてあのスピーカーの方も演題に上がっていただいてそしてあのシンポジウムを行う。 で、これはあの会場と一体で、あの、どんどんご会場の方からも、ご発言いただいて、一体で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。どうも。えっ、ー、と、では、早速ですけれども、あの、スピーカーの、あの、お一人目の、えっ、ー、と、崎山先生、えっ、ー、と、お願いします。えっ、ー、と、よろしくお願いします。Uh, I. would like to do the introductions in English and Dr. 崎山 will be speaking first。 Um, she is a member of the uh, diet um, investigation committee, independent committee, um, commissioned by the japanese diet to investigate the fukushima accident. and she will be speaking about the risk assessment of low-dose radiation in japan, the current situation, and challenges. 皆さん、こんにちは。崎山です。よろしくお願いいたします、えー、今日はこのようなところで話をする機会をいただきまして、どうもありがとうございます。で、私はあの早速時間がありませんので、えー、次のスライドにやります。えー、っ、えー、と、私は放射線のあの、えー、人体影響のことをずっとやっていたんですけれども、その放射線の影響というのはあの。 まあ原,子えー、原子力の,あの原子力エネルギーを使うということに対してその放射線の影響があのお皆さんがこう恐れるということが原子力エネルギーの,の利用促進に非常に障害になるということが日本の文部科学省や電力会社のあの。 考え方になっていますであの放射線を恐れないようにしようということであの、えー、あまりリスクがないということをずっと言っているわけです。であの事故が起きてですねそれがずっとつか続けなくなるわけなんですけれども。 まあ、あの避難範囲とかそれから保証ですね。保証の問題に関わって過小評価をするという傾向が事故の後、なおひどくなってきていると思います。それであのえ、2011年の11月に文科省から出た。これはあの小学校、中学校高校生向けのあの。 教材副教材なんですけれども、ここに放射線の影響のことを教えようとしているわけです。で、この中に、あのえーまあ、日本では原子力発電所、福島第一原子力発電所で事故が起こった、であの大気中にセシウムなどが放出された。